マックスマンシーのバブルヘッドデーでございます。今日は9月の11日、友達に誘われて素敵な席でドジャースタジアム観戦してきました。なんといっても今日は大谷くんが47号ホームランと48盗塁を達成した記念すべき日。それでは通常通りセキュリティからどうぞ。今日のセキュリティは中身を出さずに見るだけで OK みたい。なんて言ったか分かった？もう一度聞くよ。そう、帽子を脱いで、でした。 Hey, good Japanese. Good, I've been practicing. Yeah, yeah. 日本のお客さんが多いせいか日本語も頑張ってるみたい。そしてセキュリティを取るときは必ず帽子も一回取るのでもう忘れなく。 Thank you. いただきました。どうよ。おー、マンチマンチ。ここはライトフィールド、スイートレベルの入り口で、プレミアムシーティングのチケットを持っている人しか入れないんです。そう、今日の私は入れちゃうんです。何せ持っているのはこのチケット。ここ、アクセスのところにスタジアムクラブと書いてあるけど、それがここなんです。ライトフィールド、スイートレベルの一番端のところにある、ここ、スタジアムクラブ。何をする場所かというと、ここはなんとレストランなんです。レストランとバーが隣接するここスタジアムクラブはバイキングになっていて、そのお値段皆さんわかりますか？どんなものがあるか今からご紹介しますので、いくらぐらいなのか考えてみてくださいね。ただいま5時15分、レストランはまだ人がいなくて空いているけど、通常は予約をしないといつもいっぱいらしいんです。皆さん本当お金持ち。ピザからの始まり、ね、なんかすごいね。サラダ美味しそう。あれ、これちゃんと火とかが入ってるよ。素晴らしいね。ルッキングーだな。ここに行くだ。すごいね。はい、バイキングの内容はこんな感じです。そしてお値段は69ドルプラスタックス、約75ドルプラスチップが入って85ドル超え。ちなみに飲み物も頼んだら確実にお一人様100ドル超えでございますよ。そして奥にはラウンジっぽい場所を発見。なんかすごいさ、ラグジュアリーの雰囲気だよね。え？あやま、ちょっとどうする？これテレビ見てでかいし。はい、そしてスタジアムクラブに隣接されているここアーツサイドのシートはチケットを持っている人だけしか入れないみたいです。一体いくら払うんだろう。最高じゃん。これがあればどこでも出入りできるってことでしょ。この可愛いハンコはライトフィールドスイートレベルから入るときに押してもらったもので、これがあるとライトフィールド側のスイートは通り抜けできるんだけど、レフトフィールド側は入れませんでした。前方に歩いている背の高い方、メディアにもよく出ているので皆さんもよくご存知の方です。ドジャース球場はいろんな人が普通に歩いているので、誰がいるか発見するのも面白いかも。スイートだよ。スイートスイートスイート。後でね、スイートルームまで来てくれるの。え、マジでいくらよこれ。13、14。本当だね。ケーキ一切れ13ドルから14ドルのお値段でございます。はい、まゆみちゃん、こんにちは。今日で何日目？今日3日続けてきました。え、今日は何もらった日？今日はマックスマンのバブヘッド。どこ行った？どこ行った？はい。え、昨日は？昨日は何ももらってないです。あ、なんかあった日でも。あ、これよ。なんか上手もらったらなんだっけ。あ、上手もらいただいてません。いただいてません。え、一昨日は？一昨日は何もない。あ、何もない。いつものお友達と記憶確認をしてやってきたのはドジャース球場内にあるアウトレット。レフトフィールドとセンターフィールドの端にあります。ゲートオープンから3階の表までお店は開いています。それではチェックしてみましょう。 70% オフでございます。
あ、ね、かわいいこれ。いくら？36度。かわいいね。ロンティーかわいい。いくら？72ドル。かわいいな。席に着く前に腹ごしらえに購入してみたヘルメットに韓国フライドチキン32ドル99セント、お土産コーラ10ドル99セント、ステラビール17ドル50セント、消費税入れて合計なんと67ドル31セント。ゲーム開始前の国歌斉唱です。いつもなら選手たちはベンチにいたりするのに、今日はみんながラインに並んでいました。ちょっと不思議に思っていたら国旗も半旗のままで、そう今日は9月の11日911の日だったんです。 September 11, 2001 is a day that will forever be etched into our national memory. As we commemorate the anniversary of that day, we remember and honor those we lost, the heroism of all who bravely sacrificed their own lives to save others. Those who died from illnesses obtained ground zero. Their spirit lives on today with our first responders and all who serve our communities and our countryFans, we ask that you join us now in a moment of silence in their memory. Thank you.はい、そして今日はマックス・マンシーのボブルヘッドデー、始球式はマンシーの娘が務めます。めっちゃ可愛い。まずは相手チームからラインナップの紹介。そしてドジャースのラインナップの紹介に入ります。めちゃくちゃかっこいいドジャースの紹介で、これを聞きながら見てると、さあドジャース行くぞーって気合が入ってくる。このまま大谷君の紹介まで流しますよ。みんなも気分を上げてみて。はい、気分が上がったところで大谷くん47号ホームランをお届けしますよ。
もうすぐ来たよ。ぼーっとしてたけど、うんだうんだ。